てってってれって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 人がいないから自由時間へい人来た黙るもう喋らないいや30分に予約入れてるんですけどね、本当はゲリラでしようとしたんですけど、ゲリラだとあれかなと思って30分に入れただけであって、まあ早めにできちゃったみんな来るの早いとか言いながら、今ここの吹き出しで嬉しい嬉しいまあまあまあ嬉しいって出てるよ寝てたの？違うわ、稽古だわ寝てないわ、稽古してたんだあしたね、合間にね歯医者に行くのね。もう歯医者って聞いたらね、配信の曲来てくださる皆さんは察すると思うんですけど、麻酔されるからね明日配信できないなと思ってね。そうだから今日絶対したくてねえ今日なんか前髪かわいい、なんでなんでだろうあでも昨日切ったから、切りたてだからかな、それもあるかも。で今日まだご飯食べてないか、お腹空いちゃった、ご飯食べる終わったら、で次で多分最後だと思うんだねそう、自分はさっきまで寝てました。あら今日寝れるかい今日寝れるかい。そうだから明日はねできなさそうだなと思ったから今日したくて、ドライングの勉強してました。ドライングね、えなんかさ、私なんか講習、ドライグ講習みたいな受けるにあたって、あなんかあったんだけど、なんかそれ受けるにあたってなんかチュートリアルとか最初のらへんとかを理解しないとダメっていうことで、あのアカウント持ってるんですけど、でもなんか始まる時にメンバー公式アカウントがあるからそれに移行しなきゃいけないから、どっちみち消さなきゃいけないんだけど、なんかエールっていう、ドライグのエールみたいなのがあるんですけど、なんかエールっていうなんかメッセージじゃないけど、なんかなんていうの、いいねみたいな、その人にそのアカウントに送れるエールみたいなのあるんだけど、なんかバレたってぐらいなんか48のファンの人からめっちゃ来るんですけど、バレたっていうで今ただ STU がその企画やるから、なんかみんながやってるから、そうみんなやってるから、そのエール送ったらそのスタミナがその回復するって今言ってるから、そのなんかなんだろう、問答無用っていうか、誰もなんか当たり、んもういろんな人に送ってるのかなって。そうそう、なんか48 STU の企画があるから、48のファンの皆さんがあの前たくさん来てくれてるのかなって。めっちゃね、名前は言わないけど言わないけど、ワンちゃん、バレてもおかしくない名前なんか他のグループさんのなんか先輩メンバーさんの名前の○○ファンみたいなのかも見て、ピオちゃんに「えこれバレてる？」って言ってさ、でもそういうもんだよね、知らない人からたくさんエール来るやつですよね。でもまあ消す、今日も今探そうってコメントあったから消すなんかあの公式のアカウントをね、なんか早めに入手できる説、入手できる説ってなんだ、入手できるっぽくて、明日入手しようと思うので公式だから、もう今のアカウントはもう使えないから、そうそうそう、そうだから別にみんなが嫌っていうよりかは、あのもともとそういう予定だったので、そうもう公式アカウントが手に入れる、早めに手に入れられるらしくて、そうなんか早めに手に入れられるなら手に入れてね、もうそこで私はもうクエストをやりたいから、謎に消すクエストで私、え
謎に消さなきゃいけないアカウントで謎に私クエストめっちゃやっちゃって、なんでだろうって なんかいっぱいやってたから結構いっちゃったのね。そうだからもう一回やらなきゃ。となんで私は消すアカウントにクエストいっぱいしてるんだろうって。NNB に10周年ライブ行ったよ。そう、私、まあ、行けない、当たり前にまあお仕事で行けなかったんだけどさ、なんか流れてくる情報とか見てさ、なんか私がファンの時だったことをところをすごい思い出してエモいなーって、そうめっちゃ思った。メンバーが講習受けてる姿みたい。あ、でも私稽古終わりに受けたから、そう地方とかと、そう受けましたね。ガルストのハガキ書いてました、ありがとう。私もね、何冊か自分で手に入れたからね、ハガキ出した。出したっていうかね、そう次につながればいいなと思って。しゃそう大事だからね、人に言うならば自分もやらなきゃって。チェキいつまでだっけ、いつまでだっけ、結構私早めに出したのよね、手に入れてほんとすぐ出したから、いつだったっけ。長らく渋谷渚さんと会えてない、でもあのこの前配信で話したけど LINE とかはしてた。12月19日までらしいです、ありがとう教えてくれて嬉しいです。そう、渚さんがめっちゃ名前忘れちゃったけど、あの渚さんとあかりんさんとサイピーさんがね、あのクマさんとのコラボをしてて、クマさんなんか ベアみたいな、そのコラボ配信を YouTube だったから、そう、それを見てて、で渚さんいつも結構ふんわり髪の毛巻いてたりとかまとめ髪が多いんだけど、なんかストレートベースでちょっとなんか毛先だけ巻いてるっていう、なんか新しいっていうか普段あんまり見ない髪型で、そう、それがすごい可愛いなと思ったから、そう、なんかいつものやつも好きですけど今日の配信の髪型めちゃくちゃ好きですって、そのスクショとともに送ったら、そう結構自分的にあの挑戦した髪型だったからそう言ってくれて嬉しいって言ってくれて、そうで私も渚さんのコラボのクマちゃんを注文して買いましたとかって。そうでーってきた。そうなんか最初の頃の推しメンが前田敦子さんだったんだけど、前田敦子さんから私の48のファンが始まって、そっか2012だっけ卒業したのが、そっから一回48グループを離れたんだけど、あの AKB48 賞さんを見た時に NNB さんがコントしてて、それに出てた渚さんがすごい可愛くて好きになって、そっから私 NNB さんハマってみたいな。だからその一人最初の推しメンは卒業しちゃったけど、2人目の推しメンっていうか、今はもう憧れの尊敬する方なんですけど、はのその卒業はまだ会ってないので、すごい最近あかりんさんの卒業とかもあって、なんかいろいろ考えたりとかした、自分じゃなくて渚さんの。そうそう、なんかまず押せる時に押しとくじゃないけど連絡取れる状況に今いるっていうのがありがたいことだから、今まで遠慮してねあんまり言えなかったけど、こうやって何々がいいなと思ったら
もっと伝えていこうと思ってなんか私は渚さんからのナギッシュさんでチーム B2 さんが好きになってみたいな。そうそうそう、そうなんか教えるときに教えてなんか当たり前のようで盲点の言葉だよね。確かにっていうそんなの分かってるよと思いつつ意外に盲点だったりするからね。だから NNB さんの曲をもっと STU でしたい。そうだからね、チャートリーのセトリ決めるときにそうらしくないとか提案したけど、まあ通らなかったんだけどそう私青い月が見てるからとらしくない提案してどっちも通らなかったそうでもリセットとキャパシティになって、でもそれもすごい高評価をいただけてるから、そう、どそう正解だったかなと思うし、なんかねチャートリーはすごいね、もともとのファンの感じで好きな曲がすごい分かれてるから、なんかちーちゃんがすごい AKB さんみたいな、そうでコッコが HKT さんみたいな、でピオが AKB さんと NNB さんみたいな感じで、私が NNB さんってるから結構ね曲がね通る通らんとかはあるね。でもそれお互いのこだわりがあって、でも通らなかったって言ったけど、私も今のセトリはすごい納得して、そうだねってな最終的には納得して決まったセトリだからすごい好きだしでも青い月が見えるからは、だから本当はリセットのとこに青い月が見てるから入れてたの私そうここ点は一番最初だけど、そうそう、なんか中盤戦も始まっていくぜってやっても、なんか一番最初が16シンパシーっていうのはすごい決まってて、そうそうそう、ピオちゃん何番だったんだ、違うよ、そうでそう16シンパシーの決まっててけど青い月が見てたか入れたかったから、じゃ中盤戦も盛り上がっていくぜということでここもいいんじゃないってなったけど、なんか初めの頃のトロとかが言ったチャートリーの時に、なんかチャートリーは可愛いしかないよねっていうこと一回言われたことがあって、あの大人の方にそれ以外の良さもあるといいよねっていう風に言われて、多分みんなそれの発言がどことなくやっぱ頭の片隅にあって悔しかったから、なんかギャップを見せていきたいなってなって今のセトリーになったっていうのはあるよね。そうそう、でも本当に今のセトリは結構あのお話し会ホームルーム、放課後ホームルームとか地方と一緒だから結構チャットリーの話をしてくださる方がたくさんいるんですけど、いいねって言ってくださる方がすごくて、そうみんなで考えたからよかったねっていうで私のその、 あのナンバーのその熱が冷めきらんくて、そう一人一人本当はソロで歌うとこだったんだけど、でもナンバーの曲歌いたいってなって、ハートの独占権がしたかってユニットにハートの独占権提案したんだけど通らなかったとか、これもまた、まあ、いろんなこれもあって通らなかったから、そう2人の曲をやめようってなったから、三三で行こうってなったから、その曲が嫌っていうよりか2人ユニットをやめようってなったから通らなくて、でもやりたいってその NNB さんの曲自分の提案したやつ入れなかったし、じゃあソロをこれにすればいいんだってなってピオちゃんを誘ったそう私かってやってるそうで本当はバードも実は提案してたんだけど、これはねちーちゃんのもうちーちゃんリーダーがすごいね正論言われたんだけど、その公演ってね時間決まってるから、その曲とかもすごい限られてて、バードってあのセンターの子がほぼ歌ってて、なんかサイドの子はサビだけ歌ってて、2番からそのサイドの子が歌ってるっていう状況だから、その絶対曲の分数的にワンハーフになっちゃう時に真ん中の子だけしか目立てれないっていうのは、なんかせっかく6人ユニットでみんなが目立てる
状況にあるのにそれはもったいないから今回はやめにしとこうって言われて、はいって言って納得ですって言って納得ですってなって、そうちーちゃんリーダーさすがです、そう納得です、ありがとうございますってそこはすぐ引いた本当だってなって、私は本当やりたかったから言っただけだったんだけど、そうやりたいだけじゃなくてちゃんと考えなきゃと思って、そうそうそう、そうそうそう、だからねすごい他のユニットに入ってないから他のユニットがどういう風に考えたのかとかどういう流れとかわかんないけど、みんないっぱい考えて上での今のセトリだから、それを楽しんでくれるファンがいてくださるってのはすごい嬉しいなと思う。そう、いつかニャーポッポでバーでやるから、じゃああかりんとゆみこに言ってるから卒業するときバーでやるか覚えてなって言ってるからそう卒業するとき絶対バーでやるから覚えてな絶対って言ってもう言ってるから大丈夫予約済みそう予約済みようん、そうそう、卒業する順番よあの誰かが先に卒業してても呼び戻すっても言ってる、ミネの方が遅かったとしても絶対呼ぶかなっていうとは言ってるから大丈夫そうだから誰がとか分かんないてかなんでって本当にマジ2年前ぐらいの文句3年前ぐらいかな文句を未だに言うけどさなんでオーディションでバード歌っとるのに私バード外されたんだろうって、じゃあ STU 一回バードしてるんですよ、そうクリスマスに、なんでっつってなんで私外されたのっつってそうオーディションの時に歌ってて、なんか大人の方とかにやりたい曲あるのって言ってバードやりたいですとかめっちゃ言ってたのに何で外されたのみたいな、そうでもまあセンター由美子って決まってたから、まあ、やらす時にはセンターでやらしたいと思ったくらいなのかなみたいなポジティブに考えて、そうだからマジ3年前ぐらいのこと今で言うけどさ今だに根に持つよ本当に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 、なんか大人と子供に分かれててその公演が昼夜かな、でもなんか子供メンバー誰だっけ、フーと誰だっけ大人メンバーはユミコとコッコとあーちゃん、そう子供メンバーの方自分出てないからあんまり分かんないんだよね誰がいたかマミポンかな、あと一人誰だっけ、ちょっと覚えてないですね、あの時私マジ崩れ落ちたもんめっちゃ覚えてるあの状況、ね、レッスンがあってまあ、レッスンの時ってもう当たり前に携帯触んないから、レッスンが終わって携帯触ったら、あクリスマス公演のセトリ来てるよみたいな、あ対比っていうその誰がどこのポジションかっていうのは対比って言うんだけど、対比も来てるってなって、え〇〇あるじゃん〇〇あるじゃんみたいな、えバミミナミバードあるよって誰かに言われて、そうえさーってなって見た、名前ないんだけどみたいなえどこどこどこみたいな言ったら、パジャマドライブに忍び、嬉しいけどっていう嬉しいけどっていう私ほんとリアルね、あのねほんと覚えてる、レッスン上の話これ崩れ落ちたの未だに覚えてるずっとこうなってためっちゃ覚えてる、そうしかもなんか結構バタバタで本番2日前に振り入れがあって、パジャマドライブダンスめちゃめちゃ難しいのに、他のユニットは結構な余裕持って振り入れがあったんだけど、なぜかパジャマドライブ2日前でもう大変だったし、でも楽しかったからクリスマス公演したいなと思うけど、めっちゃバタバタしてた2日前に、あのめっちゃもうねもう大変だったなんか子供メンバーが
アリノンココアだったのよ。だからねもうめっちゃね一緒に振り入れないから頑張って振り入れの動画で頑張って振り起こししてけど細かいとこ全然分かんなくてみたいな。そうそうそう、あバードは私分かってるよ、あの子供の方ね。大気の藤原さんなんかはさっき言ったんだけど、藪下のとこは誰だっけって。だいね、そうバードの衣装着たかった。だからもうそう大人目、でも大人目で唯一短パンもあれは本当にミスだと思う。マジひなとみのみ絶対間違えてる名前、石田と岩田で。え本当に思うの。なんかね何衣装マリン衣装みたいな白い衣装があって、なんか年少メンバーが短パンで大人メンバーはなんかロングスカートとロングズボンみたいな、ロングズボンってなんだ、長い丈のズボンだったんだけど、そうなんか私だけ大人メンバーでショート丈だ、短い丈だったのよ。でピョーちゃんがなぜかロング丈のスカートだったのよ。けどピョーちゃんと同じ年代の子たち全員短パンなのにピョーちゃんだけロングスカートだって、あれは絶対私とピョーちゃん間違えてるって未だに私は信じてるそう絶対岩田と石田で絶対あれは間違えてると思う。だって本当にピョーちゃんの年代でピョーちゃんだけなぜかロングで、私だけ私の年代で私だけなぜか短パンで、え絶対逆でしょって未だに私はそれをあれだよ信じてる。信じて別にどっちでもいいけど、どっちも衣装は嬉しいもんだからいいんだけど、絶対そうだと思う。絶対間違石田と岩田で絶対間違えられたと思う。似てるから。似てない、石田と岩田ってちょっとなんかちっちゃい字でこちちたって書いてたら絶対ね見間違あると思うのよ。絶対そうだと思う。今別にあれを誰が決めたのかとか、今その時にいたスタッフさんとか結構もいないからそう誰に聞けばいいか分かんないけど、絶対そうだと思う。でもまあ大人公演でね私だけ短パンっていうことで、遠くの人からでも遠くの席からでもショートだけってやったらみーちゃんって多分すごい分かりやすかったっていうのは後ほど言われたので、まあいっかっていうまあいっかっていう似てないって言われて、似てる子ないしだと言われた、似てないって言われたけど似てるじゃん、下一緒じゃん、下も横も一緒じゃん、石に乗ってる山だけでしょ、似てるじゃん。な似てないって決めつけよ、似てるじゃん似てないのかな、私のこれはあれ広い、似てるかない、でも本来さ石田石田磯貝だからさ、並んでたわけじゃないからさ難しいな。45、もう45かめっちゃこんな話を、過去の話をしてもこんな時間か確かに背丈も近い、確かに何駅でもこぼした、なんだ何駅だ割り欲しい。いやーバードしたい。そうでも石田石田磯貝今一岡今村岩田か並びが、いや異業が減った異業って何、チーム異が減った。いやもうずっと言ってたんだよね本当に、お見送りのためにチーム E 集まれーとか言ってあーってみんなで集まってさ、チーム E でいつか曲が欲しいねって、チーム E ってダセいからその時にはなんかちゃんとかっこいいできるよーとか言ってたのに、うん、逆に今そのチーム E の曲作られても悲しくなるからいいやうん、平和だったな。なんか今日は過去の振り返りみたいな過去の振り返りみたいな話ですね。そろそろチーム作るんかな、そういうのはもうぜひ運営の大人の方に聞いていただいて、
知るわけないじゃん。知るわけないじゃん。本当にね、知るわけがないんだよね。2期生で胃が増えたけど、そこは1期生なのね。なんかそういう言い方をされちゃうとさ、なんかめちゃくちゃ私なんか2期生除外してるやつみたいになるけどさ、そういうことじゃないじゃん、そういうことじゃないじゃん。いや昔の話はしようよ。2期とお見送り中になることもなかなかないしね。あ、こうしてるのは時計見てるだけね。何時かなって言ってるだけ。思い出せる話をじゃ。首筋綺麗で好き？え、見していこうか。でなんか髪の毛切ってるみたいに見えん？告白すば。ボブボブ。見えるよねボブ。僕ボブ。二期生の昇格はいつのタイミングかな。だから知るわけがなくない。みんな私はなんか全てを知ってるなんか全知全能の何かと思ってますか。知らないよ。いやドラさんの小学すら私知らなかったんだから、ほぼほぼみんな知らなかったんだから。知らないよ。首筋、あー確かにほくろある。クリスマスイブ神戸なかったらみーちゃんに注目するの遅くなってたんだよな。これも巡り合わせですよね。でも今最近好きになってくれた方もそれはそれで巡り合わせだし、すべての出会いに感謝。50、49。あ、そう、さっきまでね帰り道暗かったから怖くてお姉ちゃんに電話かけたんだけど、そう今日のなんか稽古ってちょっとなんかうまくいかなくて、うん難しいなーってなってお姉ちゃんにうえーって言ってっていう話をしてて、そう今ちょ昨日のねアイシャドウの話をコメントあったから、そうお姉ちゃんが誕生日にシャネルのアイシャドウくれたんだけど、そうそうそう昨日使ったよって、どうだったって、よかったって。そうそうよかったって。そう今日はまあ違うんだけどね、そう今日パパッとメイクしたかったから、じゃあシャネルのアイシャドウはなんかね袋に入ってんのよ、めちゃくちゃお高そうな、なんかそれに毎回入れてるからね、パパって適当に扱いたくないって急いでメイクするときはいつもの使うんだけど、そうでねピオちゃんからもねオレンジのアイシャドウもらったのよ、でそれも使って早くメイクがしたくて、なんか私高校時代とかメイクの仕方すら知らなかったのに、数年経ってなんか明日はオレンジ、明日って今日の明日じゃないけど、そのなんか ある日の私は明日はオレンジのメイクしようしたいなとか、そういう風になんか明日は茶色にしようとか思えるってなんか成長したなと。あのショッパーバッグじゃなくてなんか袋なんていうの、封筒じゃなくてなんかお高いイヤリングとかもさ巾着袋みたいに入ってんじゃん、ああいう感じに良い感じの布に入ってるのよ、これぐらいのねアイシャドウ、そうそう小袋、そうそれに入れてるんだ。おみーちゃんってイエベブルベ、そうそれが分かんなくて、なんかピオとその色性行きたいねって言ってる、ピ
ひょうちゃんと。わかんない。でもイエベなんかな。でもさ、ね、イエベブルベでもさ、イエベ秋みたいなさあれじゃん。でもわかんない。みちがさ、なんかツイッターでさ、私ってイエベだと思う、ブルベだと思うみたいなこと言ってさ、なんかツイッターはいろんなこと知ってる人が多いから、なんか言えばわかると思ってみたいなことあって、ワンチャンわかる人いないかなって。日焼けした時赤くなる、ならない。黒くなる。だからイエベだと思うんだよね。ブルベってなんか肌白いイメージあるんだよね。どっちも合うグリベットあるらしいね。すごいね。手のひらとか。みーちゃん白い？え、最近黒いんだよマジで。眼皮してたらさ黒くなったんだよね。日焼け止め塗ってるんだけど。そう、すぐ焼けちゃうから困っちゃう。でも次の眼壁が11月何なんだっけ。夕方だよ。寒いよ絶対。え、眼壁で寒いって感じるのないからさ、ちょっと楽しみなんだけど、みんなはね、来る、もし当たった方はね、まだあれだけど、ちょっと防寒してね。意見が通ったね。え、それなのかな。だとしたらすごいお仕事早いですよね。STのスタッフさん55分に乗ったら大丈夫ね。私のイエベ夏とかそういうの誰か分かったらね、今コメントですごいどっちやとなってるよって。詳しい方はぜひハッシュタグお手紙で。みーちゃんは何々の秋だと思うみたいな。だからそれ調べてそのやつか。そう、色性診断かな。ずっと本当にね、行きたい行きたいって言ってるんだけどね、なんかそんな近場になくて、でもピオちゃんとみんなが休み合うことなんてなかなかなくて、そうで今もなおさらバタバタしてるし、コロナのご時世で自粛期間だったりとかもあって本当に行けてない。家で春、ちょっと春ね、スプリングの覚えとく。何しても似合うからどっちかわかんにゃ。100点。100点。あ、指差しすまん。指差しすまん。自分に差しとく。うん、ごめんね。指差し、やめね。100点、100点。iPad の充電。あら、舞台始まるまで特にバタバタそう。そうね。初日とりあえず迎えてからだね。おしめ、ウェイ。私はもうザ・日本人って感じの肌の色だと思う。ブルベではないと思うんだよね。それはわかる。だからブルベはマイキューとかだと思う。あのなんかすごいか弱い、守りたくなる感じ。そう、雪が似合うマイキューみたいなブルベだと思う。私それに比べちゃうと絶対ブルベじゃないなってウェイ。アカリン絶対イエベじゃない。アカリンと私ってね、焼きやすいタイプだから。だからニャーポポ全イエベじゃない。か弱い子いないじゃん。みんな頑張るぞーってどちらかっていうと先導していくタイプじゃない。ニャーポポって。あ、55分なってんじゃん。一段中見たいと思います。リアルタイムランキングもので、その間コメント見ないです。いきます。13位、ピアニッシモさん。パチパチパチ。12位、ゆいさんさん。てちゅちゅちゅ。11位、ダッタンさん。パチパチパチ。12位、うそ、10位、 TOSI トゥシさん。パチパチパチ。9位、キムコさん。パチ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 。8位、みーちゃん楽しいパパとみーさん。パチ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 。7位、つやつやさん。パチ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 。6位、スノーヒルイシシさん。ドライブ今日だけでレベル30上げ、すごい。それはちょっと私が本若に移行してからまた詳しく話しましょう。配信で。5位、パムさん。4位、ハマチェさん。選抜おめ、おみーの新たな可能性に期待してる。好き。舞台の選抜かな。変わる。
ありがとう。またね、さらに違う魅力をね出して、みーちゃんってこういうこともできるんだってなって、もっと好きになってもらえるように頑張ります。3位、ヘスターさん、パチ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 、ヘスター。2位、ウエプロックさん、パチ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 。そして1位はデリリ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 。それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ、みーつけた、みーのこと押してみひん、ぎゅー。ありがとうございます。兵庫県出身、みーこと石田みなみでした。はい、そして私だって私じゃなく私、ツイッターとインスタグラムもさせていただいてるので、まだフォローしてないよって方はフォローよろしくお願いします。で、今日もねほぼほぼゲリラでやってて、ここら辺にあるハートをピンクにしたらして、フォローしたらゲリラでも通知がいくので、今日ちょっと気づくの遅かったとか、そう、これからもちゃんと始まった瞬間知りたいって方はここら辺にあるハートをピンクにしてください。ご自分明日はねちょっとお仕事とかそういう感じの合間でも歯医者に行きたいと思うので、麻酔をされるので、小太りミーヒーになるので撮ってもらえない小太りミーヒーになるので、配信が多分できないんですけど、今日みんなとお話できてよかったです。小太りミー、その小太りじゃないよ、小太りじいさんとかのここの小太の、伝わる？時間がさ怖いんで。ありがとうございました。で、マリーナホップで謎解きイベントがあったんだけど、マリーナホップで撮った写真もインスタとかツイッターにどんどん上げていきたいと思うので、もう時間がさ怖いよ。うん、よいしょ、じゃあバイバイ。二度見じゃない、30秒か。じゃあ今日も一日おつみーちゃん、明日も頑張りみーちゃん、配信見てくれてだいだい配信見てくれてうれみーちゃん。あ、おやすみーちゃんせた。じゃあおやすみーちゃん、いい夢見てね、夢の中で会おうぜ、約束な。あ、指さしちゃった、あごめんや、自分に刺しとく。バイバイ。バイバイ。